札幌市交通局3000系電車は札幌市交通局が札幌市営地下鉄の南北線で運用していた通勤系電車である。南北線北24条駅麻生駅間が延伸開業した1978年に登場した。この頃1971年の開業時に導入された2000型は8両編成化のために 中間車が7次車として製造され、本形式は当初その流れを組んだ2000系8次車として計画された車両である。しかし、後述のように、車体構造、制御方式、デザイン等が大きく変更されたため2000型とはならず、新形式3000系とされた。ボギー台車のタイヤハウス車内3000系の到着を知らせるホーム案内 LED 装置駅にて、 設計のベースは、東西専用6000型となり、2000系の特殊な二車体7軸構造から、ボギー台車による二車体連接構造、平行カルダン駆動に変更された。同じく、ゴムタイヤ式であるフランス・パリのメトロや、メキシコシティ地下鉄の車両とは異なり、札幌方式では急曲線もゴムタイヤのみで、走行するため、 左右輪の回転数の差を吸収する仕組みが必要となるが、本形式では台車に仮装された2機の主電動機を、左用と右用として使い分けることで、作動装置を不要としており、それぞれの電動機から平ら歯車で前後の車輪を駆動している。空気圧縮機には C2000M 型を採用したが、昭和60年製の305編成では、 C2000 リットル型を採用していて301から304編成のとは異なっている。いずれも三菱電気製となっている。1車体の長さは2000型に合わせて13.5メートル。客用扉は両開き片側に扉。編成は8両編成。主回路制御方式は6000型と同じ電気し直波制御を採用する。6000型と同様に。 上高促進ブザー音を備えている。第1編成は6000型に近い音色のブザーであったが、第2編成以降は別の音色とされ、以後に増備された車両は全てこのブザー音に準じている。なお、バリアフリー法に準じた個別ドアへの視覚障害者向け、ドアチャイムは最後まで設置されなかった。車内の化粧板は6 0 0 0系のように、 市内名所のイラストなどは描かれておらず、バラが描かれた暖色系のものを用いている。車両間の貫通路は2000型と異なり、すべて6000型に準じた六角形とされた。吊り革は従来通り三角形で6000系同様のカバーなしタイプである。両線当車1番、または16番ドアから、運転席にかけてのスペースが2000型よりも短くなったため、 着席人員は減少している。1995年から導入された5000型とは、客用扉の位置と数が異なるため、各駅ホームの乗車位置表示は色分けされ、緑色が3000系、青色が5000系のものである。接近時には2駅前発車の時点で、緑色の乗車位置でお待ちくださいと放送及び、LED 案内装置の案内が入る。 なおこの乗車位置の色分けと案内放送は3000系の運用を離脱後にホームドア設置に合わせなくなった。全車が川崎重工業で製造された。札幌市営地下鉄の車両では最も製造数が少ない形式であった。編成及び電動車と付随車の配置は以下の通り。なお、本系列登場後に札幌市電の3000 300型が登場しており、 3301から3305の番号は3300型と重複している。行き先表示が LED 化された例に編成ドアに貼り付けられた展示プレート。札幌市営地下鉄で8号車の表記があるのは3000型のみであった。第一編成落成時点では正面の塗装が窓の周囲を除いて側面体と同じ能力に塗り分けられていたが、 量産車と同様の単力一色に変更され、側面の帯も塗り直された。2003年に LED 式行き先表示器が設置され、車内放送も自動化された。また、すべての連結部に転落防止用外ホロが備え付けられた。2007年7月には、すべての客用ドアに号車とドア位置を示す展示プレートが重付された。その時点では、 札幌市営地下鉄唯一の8両編成だったため、8号車のプレートを見ることができた。老朽化及び将来の可動式ホーム作設置、ワンマン運転化を控え、2012年3月25日をもって全編成が運用離脱した。これにより、南北線の営業車両は5000型に統一された。ありがとうございます。